だんだん囲まれてきちゃった。え、大丈夫か。あら、人がたくさん。人がたくさんですか。こっち、チェキ立ちます？ここ神社なんで。はい。大丈夫ですか、人。大丈夫です。いい場所ですよ。あ、そうですか。ええ、たくさん出るんですけど、はい、見た感じ悪そうに見えないです。実際僕男の子まだ後ろにいますし。もっとここに住まれてた方ですかね。そんな感じには見えないです。あ、そうですか。どっかからこの神社に集まってきたんですか。だと思いますよ。その服装が農家をやってるような服装なんですよ。はい。で、それほど昔の方ではないんですよ、見てて。こっち取ったらまずいんで、行くんだ。帰りたいのでいいですか。いや、そこに立たれてます。黙ってこっち見てますよ。いくつくらいの人ですか。30人以上。そんなにいるんですか。そこに立たれても困ったな。無理やりやってもかわいそうですし、無理やりどうしよう。はい、どうするかな。ごめんね、取らせてもらいますよ。無理やり。いやー、でそこ立たれても無理やり通っちゃいますよ、僕は。ごめんなさい。おにぎり？え、だって、おにぎり、少年が取りに来るんで、それをみんなで分けてもらえれば。連れて帰んなさい。だったら一緒に来てもらってもいいですよ。みんなでぞろぞろ来てもそんなにおにぎりないんで、3人ぐらいがちょうどいいです。お腹空いてますもんね。水が、ないんですか、もこれですか。ないんですか、水。飲めるとこ、飲める水。ない。あります水。あります。はい、あります。いいです。ここに置いていてもいいんですけど、置いてと、また取りに来るのできないんで。ちっちゃ。
これ何の水ですか？買ったよ、会社のやつ。そしたら3分間置きます。3分間置くので一人一人飲みつけます。で3分経ったらこれ持ち帰ります。力でこの辺で休ませてもらいます。取んない取んない取んない。たまにですね、こう水をかける例がいいんですけど、実際にかかるんですよ。で冷たいんですよ。ただ見ると水の跡がつかないという不思議なんですよ。今お話した例はいくつらいの人ですか？50後半。このひげがこうなんていうんですか、こうぐしゃ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 って大変ですけど、ひげ剃ってない方で、で髪の毛もこう洗ってないとか、あとはタオルを巻いてる人とか。やっぱりこういうところっていいんですか？住みやすいとかあるんですか？お腹空きますよね。おにぎり、その熊が出るかもしれないって思って車にあるんですよ。なんで何人か来ていただければで渡すので食べてもらって、この子一緒に連れて行ってください。ちょっと重いんで、背中。飲みました、ミキ。僕ですか？僕怖くないですよ、全然。だって皆さんももともと生きてる方じゃないですか。行く人、おにぎり。はい。歩けな、だって歩け、無理そうです、おじいちゃん。週一さん行きましょうか。お名前なんていうんですか？週一さんの隣か。木蔵さん。ここに来て長いんですか？ずーっといる。なんか見た感じ、他のなんていうんですかね、その残された人たちがちゃんとこうお墓参りもしてるのかなっていう顔色ですけど。なんでここに来たんだ？教えたくない。いいです。教えたくないんだったら全然いいです。おにぎり行きます？帰りこの子、連れて行ってください。行きましょうか。行きますか。大丈夫ですか？はい、大丈夫。ついてきますか？はい。あ、お願いなんですよ。迷ったら教えてください。あ、いた。誰だろう。
ました。ありがとうございました。ねえ、あの、コップね、行かないの。ねえ、ごめんね。みんなできてないんでね。本当ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。後ろついてきてるのかな、先生、後ろついてきてます。はい、今、はい、そこに、はい、来てます。何人来てます？はい。僕、写真撮ってもらっていいですか？映ると思うんですけど、この辺は。子供今、背負ってるんですか？あ、僕らっていう。ライトを消していただいた方が映るかな？ちょっと消します。はい。消します。僕の背中を映してください、ね。ここですよ。先生の位置が一回すみません。はい、はい、着きます。当たり前証拠になった。はい。久しぶりですよ。例本物に。重いですか？いやいや、重い。みたいな感じ。分かった分かった、もうちょっと聞きたいね。男の子がずーっと話しかけてくるんですよ。え？ずーっと話しかけてくるんですよ。なんて言ってんですか？お腹すいた後の、そうそう、おむすびおむすび、おにぎりを、でおむすび、え？おしない、大丈夫大丈夫。お父さんとお母さんといいの？食べれた？さっきのお家があるところにいないの？お父さんが。探してたんだ、お父さんが。水がたくさんのとこ、うん、ダメ、うん、ちょっとダメだと思う。こっからどうなんだろう、歩いて。遠いと思うよ。ん？お父さんお母さんダメにいるの？ん？そんな気がする？いなかったらどうするの？戻るの？周りの人たちみんな優しいって。そうだね、なんか これマッチって言って、これは耳にかけて、耳鼻と口を塞ぐ。おむすびじゃないよ。よくね、塗りがついてる。そうだよね、お腹ついてるね。もうちょっとね。ちょっと今おにぎり用意しますか。ちょっと待って。あの、他のレーザーにも来てますか？はい、降りて。わかったわかった、あげるから。降りて。降りて。友達の？いや、みんなで食べていきます。ほら。降りてください。誰かな、邪魔する人。誰か邪魔してるんですか？降りないんですよ。すごいじゃないですか。これとおにぎりって言ってね、こんな感じで入ってるんだよ。降りて。ほら。
水ってあります？美味しいでしょ。レオどうやって食べてます？はい、レオどうやって今食べてます？手で座ってます、はい、食べますよ。レオもみんなに渡してください。いいですか？ありがとうね。ありがとうございます。いい、またじゃなくて、またじゃなくて、ありがとうございました。じゃあね、お母さんとか行ってきな。いや、一緒に行くわけにいかないもん。行けない行けない行けない。ほら、連れて行ってください。お、じゃあね。バイバイ。先生、じゃあ、先生、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかすごかったですね。そうです、なんでしょう、お腹空かせてるんですね、やっぱり。うん、いろんな、戻ってくるときに、はい、子供のと、ずっと話していたんですけど、はい、結構くるみたいですよ、あの人が。あ、そうですか。でみんな驚いたりとか、はい、怖がって帰るって言って、なんでお兄ちゃん怖がんないのって、っていう。なんでレイはあそこに集まるんですかね。住みやすいんじゃないんですか。やっぱり人間とは別の世界ですから、はい、人があんまり来ないじゃないですか。やっぱり邪魔されないっていう意味で一緒ですよ。レイの縄張りみたいなものがあるんですよ。はい、なんでそういう縄張りの中にやっぱり人が来たら嫌じゃないですか。うん、例えば僕がここに住んでいたとして、はい、こう土足で入ってこられても嫌じゃないですか。うん、そんな感覚だと思うんですよ。うん、じゃあ悪い霊が集まってたわけじゃないんですね。はい、楽しそうでしょ、僕の目から見たら。団体行動して、へ、あ、そこでみんなで一緒に暮らしてるってことですか。はい、うーん、いろんな霊も集まってきたりとか、はい、さっき女性の声がこう入ったと思うんですけど、はい、多分見た感じ、うん、今っぽい服装だったんですよ。うん、なのでこうそこに住むの、今から住むのかなとか思いますし、うん、霊にとっては本当に住みやすくていいとこなんでしょうね。ただ刺激しなければ心配ないと思います。うんうん、先ほど写真をすみませんチェックして。あ、そうだ、お、これあ、すごいですね。抱っこして、抱っこじゃなくておんぶってるんで撮ってみてくださいって言ったんです。はい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 、あ、すごい、これ子供の例ですかね。子供の霊だと思います。はい、すごいですね。で、他は暗くてちょっと分かんないですね。はい、これは他はこれもちょっと暗くて分かんないです。はい、でこれもちょっと暗くて分かんないです。はい、で次に真っ暗ですね。はい、でこれも真っ暗。この辺なんか飛んでますね、これ。ええ、オーブですか。この辺も、うん、これも
これでもそうですね。オーブっぽいですね、この辺も取れてると。あ、なんか飛んでますね、で最後、はい、あ、このとこに、はい、右の下ですね。そうですね、その上、ちょっと上ですね、あ、でもさっきの子供のレースがいいですね意外と、もう、まあ、そんなに軽くないっていうのはありましたよ、背負ってて。すごい、なんか出てますもんね、前にも出てますね。はしゃいでましたからね、子供が。へえ、すごかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。